何かに一生懸命になれる人、人生をかけて戦おうって思ってる人、周りにいる？私もね、小さい頃はそうだったの。大好きなサッカーを頑張って結構いいところまで行ったんだ。くじけそうになった時、私を支えてくれたのは大好きな人の優しい歌だった。私はずっと歌を歌うのが好きで、プロとしては全然売れてないし、まだまだ自分の歌を歌えているなんて言えない状態だけど、それでも私の歌を好きだって言ってくれる優しい子がいて、それはすごく幸せなことで、毎日楽しくて。私らしく、あなたらしく、無限大月の彼方目指して。ハイパースポーツの大会？音楽会社主催の芸能人大会。試合で勝ち上がれば自分たちの音楽を紹介してもらえたり、ステージに上がるチャンスもあるって。無茶ですよそんなの。ハイパースポーツの大会に出るんだよね。協力するよ。中古だけどギアも借りてこられたし。私、前原すみか。さっきの幼馴染。あの子が好きになる人には私も興味があるし、あの子が応援したいって思ってる人は私も応援してあげたいの。これは私たちが最高の仲間と出会っていく物語。